前回のあらすじから、虹色の枝を探し旅を続けるミカミックスたちは仮面舞踏会が開かれるグロッタの街を訪れる。そこで大会の優勝賞品が探し求める虹色の枝であると知った一行は仮面舞踏会への出場を決意するのであった。終わり別にさ、決意っていうほどのさあれじゃなくね、まあ、出てみようっていうそういう気持ちでいいと思うんだけど。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト11続きをやっていきたいと思います。ではですね、ちょっと装備の方を少し整えましたので、まあそちらをご覧いただいて、てかこれさ、足りない素材を買って作るとかそんなできんだ。400ゴールドで買って鋼の兜を作りますかとか便利すぎでしょ。どっから買ってんのこれ。よし行こう。とりあえずやっぱ上下打ちすげえ使いやすい。もう一回行こう、上下打ちで。下はもうちょっと手加減するから、上下打ちをもう一回右の方進んでいく。で、こっからが勝負よ。手加減打ちを下に打つで、手加減打ちをこっちに打つで、OK。 あと21しかない。2倍打ちやっちゃう。上ちょっとやってみよう。うわ、ちょっとはみ出てしまった。でもう一回減ったから2倍打ちをここにやる。うん、これでいいや。これで仕上げよう、鋼の兜。まあ、成功はすると思うんだよね。うん、オッケーオッケー。プラ1。じゃああとさらに武器が欲しいのよ。探検、バタフライダーガー、銀の鉱石とかないけど400円で買えるな。2個400円ってことは1個200円か。まあ、安いもんだよね。じゃあこれも基本はまあ上下打ちでいいでしょう。はいはいと。これ進んでいこう。もう一回いけんな。で下はまあ OK で、手加減打ちでちょっと調整していこう。もう一回いく。うん、 OKOKOK。 どうしよう、下はもう一回打ってみる、手加減打ちで。あ、いいや、これでちょうどないし。よし、大成功。バタフライダガープラ3。あとなんか欲しいの？防具。ちょっと全部見てみよう。あ、バタフライマスクか。鋼の盾。これ作ってねえや。どんどん作っていこう。あ、これまた難しそうだな。上下打ち、もう一回上下打ち。まあ、キョ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 、ちょっと熱すぎる釜の温度が。おお、ギリギリだな。で2倍打ちでここで、2倍打ちでここ。いや、もうちょっとこれ仕上げちゃおう。プラ1とかにはなるでしょ、さすがに。まあ成功成功。まあプラ1だね。まあいいよ全然。
で、あと防具で欲しいのがバタフライマスクか。これもちょっと取っておくか。カミューとかに装備させよう。銀の鉱石とか全然足りてないんだな。でまた上級地だね。おー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 、怖い怖い怖い。じゃあ下だな。今度2倍打ちで下を進めていこう。 OK。 であと手加減だな。はい、え、上どうする。手加減しよう。もう一回手加減下打つ。もういや、もう打てない。プラ2とかになってほしいな。まあ成功。プラ2だね。オッケーオッケー。で武器はもう作りたいのはないので、てかさ、こういうのさ、じゃあもう全然使ってっていいじゃん。足りなければ買い足すっていう。で500円か、いくらで売れるんだろうね。500円で買い足してさ、500円以上で売れればプラスだから、まあ、ちょっと足りない時だよね。よし OK。 じゃあこれで装備はだいたい揃ったので、で一応ちょっと装備見ていきますか。ミカミックスは鋼の剣、まあ、鋼シリーズで揃えて、カミューはバタフライダガーで、左がバタフライダガーの右が毒ガーで、バタフライマスクの三河氏の服で、セーニャも三河氏の服を買って、ベロニカも三河氏の服を買いましたということで、金がすっからかんになってますって言ってもまだ2000円くらい残ってるけど、じゃあちょっとこれで大会の方に進んでいきましょう。あかね、どっちだ。あ、ここか。屈強な男がいる。あんたも舞踏会の参加者だな。闘技場はこのエレベーターを使えば行ける。よし、上に行こう。動かすぞ。一応落ちないようにはなってんだ。控え室、これあれを思い出すね。ドラッグ F4 のアリーナの闘技場。緊張してきたかな。剣の素振り。おい控え室、お前一人で使ってんのか。結構リッチだな。抽選会に参加したい。グロッタ名物仮面舞踏会、いよいよ開催です。それでは早速、皆様お待ちかね、誰がパートナーになるかハラハラドキドキ、運命の大抽選会を行います。私がこの箱からボールを2つ取り出し、数字を読み上げます。呼ばれたその2名が晴れてパートナーとなります。仮面舞踏会は2対2で戦うタッグマッチ。選ばれたパートナーと力を合わせ、優勝を勝ち取ってください。それなりに人がいるね。まあ2人ずつだからね。それでは始めます。番号11。おっと、最初に選ばれたのは初参加の11番の方でした。さあ11番の方、ステージにどうぞ。さあさあ、誰だ誰だ、11番のパートナーは誰になるのか。8番、
8番が選ばれました。それでは番号8の方、ステージにどうぞ。お、女性だ、やった。てかこいつあれじゃん、なんかパッケージにいた人だな。ちょっと待った。なんだよ。チャボズはいないぞ。どこの馬の骨かもわからんやつに姫の相棒など任せられん。この抽選は取りやめてもらおう。わがまますぎだろ。てか姫なんだ。しかしそう言われましても、これは規則ですので。クシュ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 。買収されたな。ただ今聞いてまいります。特別招待枠として8番の選手はこのご老人のパートナーに決定いたしました。11番のパートナーは選び直しとなります。おい、一体どういうことだ。汚えぞ、公平にやりやがれ。どうかお静かに。こちらは決定事項ですので、もう覆ることはありません。こいつ大変な仕事だな。それでは11番のパートナーを選び直します。おい、ふざけんな。だいぶでもこれやると興が冷めるよね。7番の方、ステージにどうぞ。いや、俺みたいだな。誰。ハンフリーか。なんと前大会のチャンピオンであるハンフリー選手が11番の選手のパートナーとなりました。武闘家系なんだね。いや、よろしく、一緒に頑張ろうな。任せろ、俺はベホイミ覚えているからな。抽選はその後も続き、司会が読み上げる数字にある者は喜び、ある者は嘆きとかさ、ひどくないか。悲しすぎるだろ、嘆かれた人。そんなに不満持たれてんのか。以上をもちまして抽選会は終了です。選手の皆さんはパートナーの方と協力し優勝を目指して頑張ってください。確かに魔法使い系の人と一緒になったらちょっとバランス悪いよね。え、でどうすんの俺。控え室、予選の準備中、ゆっくり休んで英気を養ってくれ。え、どこへ引けばいいんだ。控え室とかしょぼすぎるし。あ、休んでいこう。これで進むかな。全然進まない。チャンピオンとパートナーになれるなんて、あんたとんでもない幸運の持ち主だな。俺のチームと当たりませんように。ん？こいつに話せばいい。その顔だとなかなかいいパートナーと組むことができたようだな。宿屋で一眠りすんの。初出場の当初をタダで止めてくれる。よし、じゃあ受付ロビーに行きましょう。でもさっき何のために寝たんだ。ここの町の宿屋ってどこだったっけ。仮装、あ、すぐ近くじゃん。では宿屋、あ、いた、セーニャ。服が変わっている。三河市の服に変えたからね。パートナーが全大会のチャンピオンとはついていましたわね。でも私はお一人でも優勝できると思ってますわね、お姉様。いない。あら、さっきまでご一緒でしたのに。外が騒がしいですね。なんだか嫌な予感がします。またお前か。よくトラブル起こすな。うるせえガキだな。てめえがチビなのがいけねえんだろ。はあ、何言ってんのこの筋肉だ。
ちの部屋ねえガキだ。俺は抽選会が最悪の結果に終わってむしゃくしゃしてるんだよ。こんなやつにさ、最悪の結果とか言われてるパートナー超かわいそうなんだけど。いい大人が八つ当たりとはな。見苦しいぜガレムさん。誰だ。はやだ。チャンピオン。抽選の結果が望ましくなかったからといって子供に当たるなんてみっともないぜ。パートナーが誰であろうと闘志なら全力で戦うのみだろ。ああそうだな。チャンピオンのあんたがそう言うなら悪かったなお嬢ちゃん。それじゃあ俺はこの辺で。お姉様、すげえ裏の顔がありそうだな。あんなに恐れるなんて。よう相棒。この子あんたの知り合いだったんだな。この通りお嬢ちゃんは無傷だ。何事もなくてよかったよ。それじゃ子供たちが腹を空かせて待ってるんでこれで失礼するよ。明日から始まる舞踏会絶対に優勝しような。そうそう、明日の試合前には宿屋まで迎えに行くからちゃんと寝てしっかり体調を整えるんだぜ。今日は抽選会で終わりなんだね。いよいよ予選が始まる。グロッタの街全体が盛り上がっている。浮かれた町人の話を聞くのもまた一興。あんた出場者なのかい。備えて、宿屋でゆっくり休みなさいと。街の話聞くのも大変だからな。この子だけ話してこう。特に変わらない。じゃあ、宿屋こっちか。宿屋ちょっと探索してないな。寝る前に下に降りよう。で、てかさ、部屋1個しかなくね。あーいるね、謎の幽霊。羽帽子だけか。じゃあ寝よう。お客さん、ハンフリーさんの相棒さんね。よし、止まってこう。勝手に入ってくんじゃねえよ。ノックくらいしろや。今日は予選試合だ。早速闘技場に行こうぜ。なんかすっげえフレンドリーに入ってきてるけどさ、お前他人だからな。言っとくけど、控え室。この子魔法使いだね絶対。魔法をやるからその隙にガーッとダダッとやる。うん、こういう組み合わせはまあバランスは良さそう。てかさ、回復魔法使えるやつと組みたいよね。おお、準備 OK だ。え、こいつオートで戦ってくれんのかな。いたしました。ただいまより予選第1試合を行います。ハンフリールーキーチーム、ガレムソンベロリンマンチーム、舞台へ。いきなりベロリンマンか。ガレムソンのさ、相棒ってベロリンマンだったんだ。でもベロリンマンってさ、なんかちょっとだけ評判良くなかった。お、ガレムソンか。この間の一件といい、つくづくお前とは縁があるようだ。せい、いきなりチャンピオンが相手か。俺ってやつはどこまでもついてないぜ。おい相棒、作戦は分かってんだ。チャンピオンの方は後回しにして、まずはあの兄ちゃんを叩きのめすんだ。チャンピオン一人ならまだ勝機はある。キングスライム級の重量を誇る俺らのケツでハンフリーの野郎を押し潰してやろうぜ。ベロベロベロ、大会に優勝したら女子にモテるベロ、だから頑張るベロ。いや、
そんなんじゃモテないよ。両チーム気合十分、準備も整ったようです。それでは予選第1試合始め。普通にベロドラクエ4なんだけど、気をつけろよ。連携技を使うゾーン状態に気をつけろ。よっしゃ、ゾーン。おい、お前大丈夫か？67も食らってんぞ。特にまあ寝るってわけでもないからな。火炎斬りかドラゴン斬りしかない。どっちから倒す？ガレムソンから倒すか。弱。ウィングロー。どうだ？最初の攻撃は強かった。会心の一撃食らってたかんね。てかさ、集中攻撃しろや。まずはガレムソン倒す。ゾーンに入ったか。じゃあお前マジか。ハンフリー、ゾーンに入った。仲良しじゃないかお前ら。初めて組んだ割には結構食らうな。まあ、ただ普通の攻撃全然食らわないかんね。会心の一撃が怖いよな。出た。ベロリンマ。ゲベロリン、あ、分身の方か。どんだけ分身すんだよ。ダメージ食らわないけどさ、相手は相手でタフだな。なんか会心の一撃食らうとちょっと怖えからな。回復しておくかそろそろ。あ、回復してくれた。まずガレムソン倒したらベロリンマンは一気にデインで倒そう。マジックパワー使うんだ分身って。いや一掃する。あとはこう。やったな相棒。300。ベロリン、そこまで。操作ハンプリールーキーチーム。あ、ルーキーって呼ばれてんだね俺。やるじゃないか。思った以上の強さだな。あそこまで戦えるとは思わなかったぞ。ん？安心しただろ。次の試合が始まったみたいだな。おお、すごいぞあの女武闘家。あれ、カミュー出てんの？足が見えねえ。こいつ何者なんだ。ちっ、あのじじい余裕かましやがって。
そこまで、ソーサロー、マルティナチーム。こいつ頭上げた。あの姉ちゃん相当できるぜ。なあハンフリー、さすがのあんたもうかうかしてられねえんじゃねえか。ああ、そうだ。その後もミカミックスとハンフリーは危なげなく予選を進み、決勝トーナメント。ビビアンちゃんとか戦いたかったんだけど。決勝トーナメントに勝ち上がったのはこのチームです。あ、決勝トーナメントか。あくまでも予選だったんだね。あ、いる、ビビアンちゃん。ハンフリールーキーチームがこのまま勝ち進み、チャンピオンの座を防衛するのか、それとも華麗な足技で他を圧倒した今大会のダークホース、ロー・マルティナチームが阻止するのか。果たして優勝の栄冠を勝ち取るのはどのチームなのか。それでは皆様、決勝トーナメントをお楽しみに。1日目に予選やって2日目に決勝トーナメント。まあ、そりゃ1日で終わらせちゃったらね。あんたと盛り上がり時だから、ラッキーだったぜ。おかげで今回も優勝できそうだ。それじゃ俺はこれで失礼するぜ。個人で子供たちが待ってるんだな。で、またこれ上行っちゃうから、こっちか。どうすればいいんだ、建物から外に出ようって。ちょっとあんた何やってんのよ。あんな女に負けちゃってさ、予選落ちなんて二足のとわ。待て待て、相手が強すぎたんだ。あの女ただもんじゃなかったぞ。そんなこと言っちゃってさ、本当は見とれてたんじゃないの。あの人すっごいセクシーだったし。お姉様、あの方たち。ん？すまんのお主たち、ちょいと道を開けてくれんか。ああ、ごめんねおじいちゃん。姫よ、では行くとしよう。ええ。ハンフリーに気をつけなさい。ハンフリーに気をつけなさいって一体どういうこと？もしかして今この町で話題になってる行方不明事件のことでしょうか。今グロッタでは大会に参加している闘士が次々と姿を消す事件が起きているそうです。もしハンフリーさんの身に何かあったら。行方不明事件なんて初めて聞いたぜ。厄介なことが起きなきゃいいが。お前はパートナーのハンフリーのとこへ行ってちょっと話を聞いてみてくれ。で、孤児院に行くのか。あ、セイナちゃん、よし、行ってきます。じゃあまたなって言ってる。おい荒くれ、どうした。あんたルーキーじゃないか。チャンピオンに用がある。おーおーおお、なんだあんただったのか。悪い奴につきまとわれてるかと思ったぜ。最近行方不明事件とかあって物騒だろ。ちょっとピリピリしてたんだ。驚かせてすまなかったな。まあ立ち話もなんだし中に入ってくれ。
輩たち、いい子にしてたか？うん、その人誰？この人は大事なお客さんだからな。邪魔しないでいい子にしてるんだぞ。この子供たちは格闘大会見てないんだ。ここは俺が生まれ育った孤児院でな、武道会で稼いだ賞金をやりくりしてなんとかやっているんだ。俺は武道会で勝って勝って勝ち続けて賞金を稼がないといけない。あいつらの笑顔が俺の全てだからな。まあ腕の立つあんたがいることだし、今回も優勝は間違いないだろう。頼りにしてるぞ相棒。ありゃもうこんな時間か。すまんすまん、すっかり話し込んじまったな。ところでお前、俺に用があって来たんじゃん？今俺の部屋の方で物音がしたような。間違いない、俺の部屋に誰か嫌がる。こいつら孤児院に泥棒？てか孤児院にさ、泥棒入ったってパクるもんなくね？ハンフリーの部屋ってそもそもどこ？イベントマークがついてるわけではない。一個ずつ開けていくか。あ、この部屋ね。族に入られたか。族名、俺の大事な孤児院に盗みに入るとはいい度胸してやがる。大会が終わったらとっちめてやるからな。とにかく今は明日の試合に集中しよう。そうだ、今日は遅いし家に泊まっていったらどうだ。いやいやいや、宿屋に泊まりたいんだけど、こんなしょぼいとこじゃなくて。まあでもせっかくの誘いだからね。明日の朝になったら起こしてやるよ。決勝トーナメントに備えてゆっくり体を休めておくとしよう。いや、起こしてやるよってさ、俺別に一人で起きられるんだけど。本が置いてあったね、左の方に。あの本読んだっけ？起きろ起きろ、今日から本戦だぞ。よし、起きたな。早速闘技場に向かおうぜ。え、どこまで行く？本読みたいんだけど。危機回避室まで来てしまった。まあいいや、こいつらまだ残ってんだ。あ、負けたんだ。なんだかんだ言ってこいつら意気投合してるな。こういうのがあるからね、ペアでなんか仕事するってことは。愛が芽生えるから。まあ俺はハンフリーだからね、もうその段階で終わってる。あ、仮面舞踏会イビアンちゃん決勝トーナメント、はい、ある最初の試合は優勝候補の筆頭ハンフリールーキーチームとグロッタが誇るお色気美人コンビビビアンサイデリアチームとの戦いだ。やったぜ、やる気が出る。俺はビビアンちゃんをもらう。ビビアンです。ハンフリー、君はサイデリアな。サイデリアです。美人コンビの登場に会場は大いに盛り上がっております。私のテンションも最高潮です。これあれだよね、俺剣を持ってるってことは、あの試合中に服を切りつけて、まあ脱がしちゃったとしても不可抗力だよね。果たして
勝つのはどちらなのか。紙一重で服だけを切らなければ肌を傷つけてしまうからな。ハンフリー嬉しそうな顔してんな。色に惑わされるなよ。決勝トーナメントまで勝ち上がった相手だ。本気で行くぞ。それでは決勝トーナメント第一試合始め。行くわよ。さあどっちから倒すか。なんかビビアンがな。やってやるぜ。俺ゾーンに入ったままだ。ずっとゾーンを維持してたのか。魔法なんか厄介そうだから。行くよ。打ち込む。うっとりしてしまったとか言って。キャメラミ怖え。言ってる本人が惑わされてる。話にならんな。ゾーン効果切れたか。てかハンフリーってヒットポイントいくつあんの。すげえ。え、なんでデインってさ、こいつら分かれてんじゃん。なんで俺たちだけ1グループとみなされてんの。ひどくないか。ウィングスロー。これで決めるよ。なんか使ってくる。使ってくるね。燃え盛れ。さあ、オッケー。やばい。うわ。これはもうベホイミ取らないと。もう一回回復するか。ちょっと怖えな。取りしてしまった。いや俺はビビアンちゃんなのに。こいつを飲め。ありがとうございます。やるな。お色気ベホイミ87とか。あいつがうっとりさせてビビアンが攻撃する。そのパターンだな。これ次ベホイミ。よし、オッケー。ビビアン倒した。あとはゴリオス。ぶち殺すって言ってた今。ちょっと物騒だぞ。え、弾かれた。盾持ちか。てかハンフリーのヒットポイントマジですげえな。これで決めるよ。いって、やばいやばいやばい。これちょっと決勝がかなり危ぶまれるな。やったな。ギリギリだからね。ではこっからお楽しみの時間だ。俺ビビアンちゃんだよ。で、あとまあ決勝だよね多分。いよいよ大会も大詰め。準決勝第1試合を始めます。まずは優勝候補の筆頭ハンフリー。あれ、ルーキーチーム連戦。準決勝か。対戦チームはこれまた異色のコンビ。まさかここまで勝ち上がるとは誰が予想できたでしょう。レディーマッシブアンドマスクザハンサムチーム。いない。おおほほ、あたしならここよ。お前か。気が合いそうだなこの二人。マッシュやっぱり勝ち残ると思ってたわよ。今こそこのシルビ、
いやん、このレディーマッシブとどちらが上か白黒つけようじゃない。お、なんだ、今度の対戦相手はお前の知り合いなのか。おお知り合いじゃないわよ、全くもって知り合いじゃないわ。だって私の名はレディーマッシブ、そしてこっちがマスクザハンサム。やれやれ、賑やかな人たちだな。ともかくやるからには真剣勝負、手は抜かないから覚悟しなさい。無論だ、手など抜かないさ。何それ、なんかさ、ドーピングしてんだけど。でもまあ目の前でドーピングしてからね、みんなの。ああ気にしないでくれ、試合前にこいつを飲むと調子がいいんだ。いや気になるよ。行くぞ。それでは準決勝第1試合始め。だいたいシルビアってそんな強くないぞ。うちのシルビア。気をつけろよ。さあどっちかでいくか、またデュアルカスタム。シアって言ってんの死ねやって。マスクザハンサムからいくか。お前そんなもん技覚えてた、毒になった。これは覚えてる、知ってる。これが私の素よ。なんとこれが真のハンサーだ。そうか、なんかそろそろあいつもゾーンに入りそうだな。ほら来たよ。こっちもゾーンで行くぜ。ただ回復したい。ちょっとヒットポイントは高めに保っておこう。いつ何が起こるか分かんないからね。よし、ハンサム。ゲッツへ。ガラ空きだぞ。もう俺はずっとデフォイミだな。ハンフリーに攻撃を任せよう。ドーピングしてるし。弱かったな。え、ひどい。ゲッ、お前そんないつ覚えたんだよ。やっぱぶち殺すって言ってる。なんかわかんねえや。こいつそんなヒットポイントないだろう。どうして俺たちといるときは手を抜いてんのか。ミラクルソードいいな。でも普通に欲しい。700、やったー、レベル上がった。8か。ちょっと次何を覚えるかだけ見よう。片手剣スキル、会心2パー、ソードガードか。この4つはなんとかしたいからな。器用さ、器用さが何に役立つのかよくわかんない。2フラム覚えとく。勇者ちょっと取り囲もう。 OK で2フラム使わないけどね。よし、これでいきましょう。そこまで勝者ハンフリールーキーチーム。てかさ、他のさ神とかもみんなルーキーだろ。ハンサム完全にくたばってんな。このシルビ、いやレディーマッシブを打ち負かすなんてやるわね。でもあなたにだったら負けて悔いなし。最高の勝負ができてよかったわ。アディオス。トウ。何だったんだあの人は。
せいたしました。いよいよ仮面舞踏会決闘戦、勝ち上がったのはこの2チームです。ハンフリールーキーチーム、舞台にお上がりください。これも準優勝は確定したわけでしょ。堂々とした歩きぶりです。まさしく王座の貫禄。このままチャンピオンの座を守りきれるのでしょうか。準優勝の賞金がどれくらいなのか。ローマルティナチ、舞台にお上がりください。あまり動かない老人と豪客一戦の女闘士、全てが謎に包まれた異色のコンビは果たして新チャンピオンとなれるのか。俺も格闘家の端くれだ。こいつらの強さをひしひしと感じるぜ。気を抜くなよ。また飲んでる。姫よ、見たかね。はい、間違いないかと。さあ、勝てば優勝だ。全力で行くぞ。さて、お手並み拝見じゃな。それでは、仮面舞踏会決勝戦はじめ。お手並み拝見じゃ。まあ例によってどっちかでいくか。やってやるぜ。23。スイヤー。ローから行くじゃ。さあ行きましょう。様子を伺ってる。えいや。おれ。ハンクリーがもうドルマンちょっと魔法まずいよな。早めに回復。どうだな。ゲーてた。危ねえ。ムーンサルト強すぎんだけど、こいつマルティナ先に倒せそうだな。キャダルコゾーンに入ったか。あんまり強くない。回復しとこう。ゲー出た。やっぱり厄介だな。やったな。マルティナの体力がだいぶ減ってるから押し切る。もう半分切ってきたら回復だな。出た。95とかめちゃくちゃ回復するな。回心率が今度ローが減らせる方を減らす。回心の打ち撃出てくれよ。ラリーホー。お前何寝てんの。ははっ。倒した。お前は寝てろ。俺が勝負をつける。まあいける。あ、起きた。罪滅ぼしに薬草を使ってくれた。天下苦労とか超強えな。
ことじゃ。お主はまさか。隙あり。ふっか。どこ見てんだ。試合中だぜ、お嬢さん。ふっか。今だ。普通に切りつけてんな。Somebody! ソーサー、ハンフリー、ルーキーチーム。ありがとう。このチームに決定しました。これより表彰式を始めます。やったな、ついに優勝したぞ。今回はどの対戦相手も手強かった。もしお前がいなかったら優勝することはできなかっただろう。優勝商品は虹色の枝という貴重なものらしい。売れば結構な金になるだろうからな。そいつを二人で山分けしよう。おお、誰か誰か早く来てくれ。あらくれ。お前らが待機していたか。緊急時があった時にはあらくれが来る。ハンフリーが倒れた。命に別状はない。表彰式の続き、表彰式の続きだけやるのか。なんかもう熱冷めてそうだけどね。うん、まあちょっといろいろ話を聞きたいけど、まあいっか、寝よう。運営の人からお題いただいてるんだ。老者よ、お主に用があってきたんじゃ。開けてはもらえぬか。うん、君は礼儀を知っているな。ハンフリーと違って、ハンフリー勝手に入ってくるからね。うん、お主一人だけか。すまんが仲間を呼んでくれんか。お主らに話があるんじゃ。マルティナ姫が行方不明になってしまってな、町中どこを探しても見つからんのじゃ。おそらく何か事件に巻き込まれたんじゃろう。そこで相談なんじゃが、お主ら姫を探すのに協力してくれぬか。うん、まあいいだろう。うん、恩に切るぞ。大会優勝者のお主とその仲間たちがいれば100人力じゃ。必ずや姫を見つけられるじゃろう。マルティナ姫が消息を絶ったのはハンフリーの孤児院の近くじゃ。まずはそこに行ってみるとしよう。他の人たちは何も言わねえんだな。てか姫姫言ってるけど何の姫なの。下まで降りるのちょっとめんどくさいんだよね。寝てたはずのハンフリーがいなくなった。庭も大変なことになっている。ちょっとハンフリーの部屋漁りたい。まあ、この薬なんだろうな、きっと。とあるトレジャーハンターの伝言第1章。些細な冒険記。
うるさい。七種とかどうでもいい。バンデルフォン王国の大臣が100万ゴールド。世紀のお宝。命の大樹から持ち帰ったとされる虹色の枝。それそんなすごいの？たった一本の枝で億万長者になれる。必ずや虹色の枝を手に入れてみせる。こいつの部屋にこんな本があるなんてさ。100万ゴールド山分け。50万ゴールドか。確かにそれは大金だな。ここか。聞いてくれよミカミックスさん。ハンフリーさんがいなくなったから孤児院をくまなく探してた。見覚えのない地下への階段が開いていた。ハンフリーさんはこの先にいるのか。ここか。行ってみよう。もはい、というところで、じゃあ、今回はここまでにして、次回はこのグロッタの地下行動をやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。